エンジンのかかり悪いな。そろそろバッテリーの寿命かな。このミニクロスオーバーのバッテリーはこの辺りにあります。で、この車の場合何点か取り外さないと交換できないので順番に外していきます。それでバッテリーの交換の前にメモリをバックアップしておきます。これは乾電池で OBD で接続するタイプです。このメモリーバックアップはタイムリミットが30分以内なのでバッテリーを外す直前に OBD に差し込みます。最初にカウルトップから外していきます。プッシュリベットがここと、ここの両端。それからターバーの下あたりに8ミリのボルトが1、2、3箇所。ボルト3箇所外したら、ここだけ外します。ここと、ここは外さないとタワーバーが取れないので外します。このカバーを外して、あとここ13ミリのボルトを外します。あともう一箇所ここ、だいぶ下の方にあるので、ちょっと柄の長い工具しかちょっと入らないですね。工具はこういった長いやつを延長していきます。こういう感じですね。で、エアクリ外した方がやりやすいんですけど、このままいきます。バッテリーを固定しているステイボルトがここにあるので、これも外します。
ここまでやったらメモリーバックアップをします。これ邪魔になるので外しておきます。これも同じく13ミリのボルトです。バッテリーのプラスマイナスをつないでいるボルトは10ミリのボルトです。緩めるだけにします。バッテリーを外す際は必ずマイナスから外します。そして次にプラスを外します。で、もうこれ抜けてたんで、こいつも抜きます。で、あとはバッテリーを引っ張り出します。重っ重っくそ重っこれで純正バッテリーは引き抜きました。今回新品バッテリーはバルタとバッテリーにしました。純正品が 80HAGM。このバルタというのも 80HAGM。まあ純正品と同等のものですね。こちらに交換していきます。バルタというとちょっと国産車乗っている方はあまり馴染みがないメーカーですけど、一応、ドイツ車とか、まあ、輸入車では、知名度はあります。まあ、純正品とか、ボッシュとかに比べると、ちょっと安く手に入るもんで、まあ、コスパはすごくいいですね。OEM なので、ボッシュか何かの製造元は同じようなもんで、多分販売店が違うっていう感じなんですかね。だから安く手に入るんですかね。で、こちら交換していきます。バッテリーの取り付けは外した時と逆の手順で行います。取り付けが終わったら OBD を抜きます。全部戻して完了です。バッテリー交換後、エンジン始動してみます。エンジンのかかり良くなりました。今回バッテリー交換で用意した工具はこちらです。メモリーのバックアップと、ロングのラチェットとかあるととても使いやすいです。あと、まあ、クリップ外す内装剥がしの工具とか、10ミリや13ミリを外すラチェットと、あと、このボルトがエンジンルーム内に落ちたりしないようにするための磁石の長い棒があれば、これは便利ですよ。
今回バッテリーはノルオートジャパンさんのバルタのヤフーショッピングから購入しました。こちらのバッテリーのこのバルタというメーカーは輸入車の乗られている方はコスパいいのでおすすめします。アマゾンや楽天やヤフーショッピングでもレビューで評価がいいのでぜひ試してみてはいかがでしょうか。バッテリー交換は誰でも簡単にできるので DIY で試してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。